皆さんこんばんは、Bレジェンドの柿谷です。今回はですね、ウィーンからですね、ハンガリー、ブダペストの方にですね、移動するためにまず、少し車で移動しております。今回は電車でね、世界の車窓からじゃないんですが、電車で、今回は移動していきたいと考えております。街中ね、非常に綺麗な風景で、ちょっと朝ね、食べれてなかったので、まず牛乳を飲んでます。なかなか美味しかったですね。はい。感じますが、そして、ミルクと、あとはこうベーグルのね、ベーグルのサンドをいただきました。ハムが、ね、入っています。なかなか美味しかったですね。シンプルなハムのベーグルですけどね。はい。そしてここが、駅になります。でこんな感じでね、なんていうのかな、特急というかね、電車が走ってます。でこれ電車の中ですね、非常にいい席で、こんな感じのシートになっております。はい、そして、走り出しました。まあ本当にね、こう田舎なので、こういう ひたすら緑がいっぱいで、こういうね、やっぱり、ヨーロッパ独特の風車なんかもあったり、こういうラベンダーがね、あったりして、非常に景色は綺麗でした。そして、到着いたしました。こんな感じでね、駅の中は非常にかっこいい作りになっております。そしてまたタクシーで移動して、ホテルの方に向かいました。壁に落書きとかもあったんですけど、ブダペストに着きました。今、バスに引かれそうなんで、うわー、バスが。はい、ヒルトンブダペストでございます。では中に入ります。部屋に着きました。中はこんな感じです。入口入ってテレビがあって、鏡があって、でお部屋ちょっと暗いか。はい、こんな感じです。でベッドがあります。こんな感じです。引きで、はい、まあ、部屋はもう小さいですね。で、こんな感じで、ここが、はい、洗面です。トイレがあってですね。そして、シャワーがついております。結構水圧いいんですよね。はい、でこれがバスタブです。シャワーもさっき別でもありますけど、バスタブもあります。表面に使えて、いいです。はい、まあこんな感じでね、お部屋の紹介でした。そしてここから街にいるとですね、まあ、ここはナイキショップですね。最新のウェアやシューズが売られております。はい、この辺でですね、サプリメントショップはないのかなと思って話を聞いてるとですね、まあ、サプリメントショップはわからないけど、ドラッグストアとか、まあ、いろいろ話を聞いているとですね、あ、見つけました。まさかのボディービルショップがあるというふうに聞いてですね、ボディービルショップと言われて今見つけたんですが、本当にこれですね、フィットライフスタイルというショップが、いろんなものが置いてありそうです。海外のメジャーなプロテインが置いてありますね。早速中見てみましょう。はい、今店員さんと交渉してるですね。Good, good, good. Please pour in. Yeah, good. Join here. Yeah. Please message to Japanese. Don't be shy. Hey guys.Hi. Hi. Please, your name. Okay. Thank you. はい。お兄さんに説明を受けたところでわからなかったんですが、いろんなサプリメントが置いてあります。
トレーニンググッズも売ってますね。そしてやっと出会いましたプロテインバー。そしてランチを入れる。プリメントショップを出てきました。はい、なんとめちゃくちゃ買いました、ね、商品開発に生かすのでこういったいろんな製品をたくさんいつも買って飲んでます。ということでホテルに戻りたいと思います。